武蔵国、武蔵国、武蔵の国は、かつて日本の地方行政区分であった、両政国の一つ、東三道の地東海道に属する。武蔵の名の起源は諸説となえられているものの、いずれの説も根拠となる資料に書き定説となるには至っていない。元織の利なは、古事記伝の中で、武蔵国は、鶴が、相模と共に、スけカ国、サしマイナスと呼ばれ、 あとに、すけかく、さしがみ、したすけかく、しもざしに分かれ、これが点火し、さがみ、むさしとなったとし、かものまぶちは、わく修しよりに、むさくにがあり、のちみきょうじょう、むさがみ、みきょうした、むさしもに分かれて、さがみ、むさしとなったと唱えている。さらに近藤、こんどうよしき、りくろのきなど、そうこく、ふさの一部が分割され、そうじょう、ふさがみ、ふさしもとなり、 それぞれ相模、武蔵となったとする説もある。これらの説は、武蔵国と後の東海道の諸国の関わりを解く。なお考古学の成果によれば、武蔵国は後に、ケノ国、群馬県、栃木県、後の東山道の一部、地域と一体となり、その後7世紀に、山和王県が、総国からこの地域を、勢力下に置いたという。表記については、アスカ系。 藤原宮木館に、武屋シリング国、武蔵氏、マイナスと見え、7世紀頃までの武蔵は、武蔵、武蔵氏や、武蔵、武蔵氏と表記されていた記録も見つかっている。他にも、武蔵、武蔵氏といった表記があるが、いずれも訓に字を当てたものと考えられている。元は、武蔵国像、武蔵、武蔵ともと胸氏国像と、秩父国像という3つの国の宮津子が存在したが、 6世紀の埼玉県行田市を本拠地とする武蔵国造の乱の、あと、これらの国の宮津湖の領域を合志7世紀に成立したとされる。大化元年645年に南馬宮で大化の改新が行われ、小積作などが東国国史に任じられ、武蔵国史も参照、また、自童天皇4年690年、 朝廷は白木からの亡命者で帰化した、半生松、京三鶴ら12名を武蔵国に移した。大宝三年703年には、引田祖父が武蔵国主に任じられた。慶文五年708年には、秩父軍で和道、清廉の必要のない自然道が発見されたため、朝廷は、刑事としてこの年を和道と改元した。国府は、 武蔵国造りの乱で建造された多古織宮家内の現在の東京都府中市に和道三年七百十年頃に置かれた。これは比較的早くから宮家が設置され古来交通に産業に重要な役割を受け持った玉川中流に面する点でも選ばれた地である。当初は武蔵国は歴史的関係が深かった毛の国と同じ東山道に属し、 国府へつながる東山道武蔵路が設けられた。水上交通が主で陸路が未整備だったため、その中でも交通が発達し大国であった、ケノ国を経由する東山道に属する府中を通る東山道武蔵路が設けられた。その後、武蔵区には相模国及び東京湾を経由する往来が活発となり、法規2年、771年10月27日に、 東海道に移管され、相模国、武蔵国に、下宇佐国を結ぶ陸路も整備された。神保慶雲2年に、全国から全校の者が選ばれ終身の税を免税られたが、同様に、後期3年に、イルマ軍の出屋田袋おまろが紅葉を理由に、終身の伝送を免税られている。平安時代の延長5年、927年に完成した演技式によると、 官営による四つの直死木が置かれた。これらは朝廷に毎年五十頭の両馬を収めていた。その後も直死巻は増設された。中央から軍事貴族が派遣され、財町官人が実務を担った。必ずしも平穏ではなく、天行二年、九百三十九年の源の常元と武蔵武芝の争いは、上平天行の乱の永員となったともわれる。その後、 牧野の管理者の中から、秩父氏が起こり、小野聖横山党横山氏など武蔵七党といわれる、同族的な武士団も生まれ活挙した。彼らは、鎌倉幕府成立に貢献し、幕府を支えた。武蔵国府、東京都府中市は重要な拠点として存在し、鎌倉街道が敷設された。東京都内は、現在も、主要道として存在し、神奈川側は、旧道として存在。 反面、鎌倉に政権が置かれると、地元の有力勢力は排除され、南関東、玄関川県、千葉県中南部、東京都は、政権のお膝元、もと、関東五分国として再編されていった。周辺の国々では、和ずさや三浦氏、和田氏など有力財調官人が滅亡した。武蔵国でも、引きし、畠山市が滅ぼされた。秩父市の力は衰え。 北条氏徳層が実権を握った。この状況は、室町、戦国期になっても変わらなかった。室町時代、鎌倉には、鎌倉府が置かれた。川越氏は、武蔵平一期の乱で力を失い、武蔵国の実権は、関東管領上杉氏が握った。武蔵国の中小武士団は、武州南一期や北一期を結成した。その後関東では、 室町幕府と鎌倉府の対立、鎌倉府と関東関連の対立、大喜谷上杉家と三内上杉家の対立、両上杉家と火災、大田道館や長尾影春の対立が続いた。上杉全州の乱、影響の乱、京徳の乱、長尾影春の乱、長京の,の乱などの戦乱が起きた。伝統的な豪族層が支配する北関東から武蔵国の国府である、 東京都府中市を通って鎌倉に抜ける鎌倉街道はしばば、戦場になった。府中市の部外川らの合戦東北の歴史人、文献が残っている。武蔵国は、六浦や品川港などの港を抱え、西国や内陸部に広がる内海での交易を活発に行っていた。戦国時代後期から後北条氏が大きな勢力を振るうようになった。 1546年、天文15年、川越城の戦いに勝利し覇権を確立した。その後拠点城として、山次郎、江戸城や川越城、岩月城、八方城、滝山城、後の八王子城、小机城などに軍事拠点が置かれた。1590年、天正18年、豊臣秀吉による小田原征伐で、後北条氏が滅亡。以後、 徳川家康が関東に移り、山城ではなく天守閣付きの居城を築城した。江戸幕府開封以後は、徳川政権のお膝元となり、日本政治の中心地となった。また、武蔵三藩と呼ばれる、川越藩、尾志藩、岩月藩が置かれ、江戸の防衛として重心が廃された。1594年、文禄三年に、利根川当選事業が始まった。近世初期、 1683年、上京三年また一説によれば、官営年間、1622年から1643年に、下宇佐国葛飾郡から、その一部、すなわち墨田川から利根川、現在の江戸川下流までの地域を合わせ、武蔵国の葛飾郡とした、東京定地の開発が始まった、1653年、上央二年には、 玉川上水が完成し、武蔵の大地の開拓が進んだ。1853年、海江六年、黒船来航によって、江戸をはじめ、武蔵国沿岸は脅威にさらされた。幕府やニラ山大干渉は、危機感を強め、品川沖にお台場を建設し、玉郡などで、農兵隊を編成した。八王子千人同心が動員され、近藤勇などが、新選組の中核を担った。 1854年、嘉永7年、武蔵国神奈川の横浜村で、日米和親条約が締結された。明治維新とそれに続く東京テントによって、首都機能が山城国の平安系、京都から武蔵国の東京、旧、江戸に移された。徳川家の重要地であったことから、明治新人の廃藩地権では、行政区域が細分化され、 首都であった国府の東京都府中市は何度か、配置県変え、分割にあったが、最終的には、江戸と共に東京都を構成し、武蔵区には大きく分けて、東京都、埼玉県及び神奈川県、川崎市と横浜市の大部分に分割された。細かい管轄区域の変更は、各軍の項目を参照。全国で最も国府域の実態が明らかになっている。 本格的に考古学の発掘手法を導入した上、高級的な発掘調査体制を備え、今日の市街地と重複する遺跡を絶え間なく、建築物開発前発掘調査を蓄えている。これら網羅的な調査は全国にも例がなく、武蔵国府の情報は古代国府研究で大切な位置を占めている。1750カ所を超える発掘調査により4000棟を超える 縦穴建物が発見されている。国府城は、下宇佐国府や上野国府と異なり、国分寺を取り囲んでいなかった。国府関連遺跡は、東西約6 5トル、南北約1 8トルの範囲に及んでいる。演技式内社・宗者、一宮以下、一宮、三宮に関する議論、一宮以下については、諸説ある。新東州以外の文献は、 以下の通り。これらをもとに、室町時代以降に、氷川神社が、小野神社に代わって、一宮の地位を確立したのではないかとする説や、縁起式神明帳に、氷川神社、名神大社、小野神社、勝者とあることから、平安中期から、氷川神社が、上位にあるとする説がある。しかし現在のところ、氷川神社を一宮とする資料は中世までの間では見つかっていない。 宗者の多くに魂神社、六諸宮では、新東州、南北朝時代に記載される、武州六大明神をもとにして、お公式としている。武蔵国には二十一軍、後に二十二軍が置かれた、道の区国の四十軍に次いで多い。江戸時代後期の文化、文政期に、幕府湯島青度地理局による事業として編纂された、知事である、新編武蔵風土記構。 1830年、文政13年完成では、東国内の各村を、軍ごとに、さらに領という区画に分けて記載している。それらの領のうちの多くは、複数の軍にまたがった広がりを持ち、軍とは別個に設けられた区画であると考えられる。領という区画の成立過程や役割について、新編武蔵風土機構は特に記述しておらず、また、江戸時代を通じて、 実際の支配や行政の単位として用いられたこともないが、東国内の地域区分単位としては用いられていたようであり、川崎市の二家領用水、稲毛漁と川崎漁にまたがるのような要礼がある。また、埼玉県の旧北足立郡域では、指線領、辻、埼玉市西区、南部領辻、埼玉市緑区、指線領別所、埼玉市西区、平方領漁家、 埼玉市西区、上尾市、安行良在家、川口市、安行良、ネギ市、川口市などのように、同一軍内の村の同盟回避のために両名を干渉したことに由来すると見られる町名が、現在も用いられている。以下、新編武蔵風土機構に見られる両名を列挙し、各僚に所属する町村数を、軍ごとに記載する町村数は、新編武蔵風土機構中、 各軍の軍図創設による。また、両名、軍名の表記も、新編武蔵風土機構による。新編武蔵風土機構では、東国内のほとんどの町村が、上記閣僚のいずれかにカテゴライズして記載されているが、武蔵の神殿として両とは別個のグループに、まとめられたり、玉軍40、新座軍4、入間軍19、高麗軍19、両名未完。 不明として記載されているものも多数ある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。